電気は電荷の移動や相互作用によって発生する様々な物理現象の総称である。これには雷、静電気といった日常的な現象のほか、電磁場や電磁誘導といった電気工学に応用されている現象も含まれる。雷は最も劇的な電気現象の一つである。電気がエネルギー源として応用可能な範囲は広く、交通機関の動力源、 空気調和、照明など多様な用途がある。商用電源は現代社会のインフラであり、今後も当分の間はその位置に止まると見られている。また、電気工学は電子工学へと発展し、電気通信、コンピュータなどが開発され、広く普及している。電気に関する現象は古くから研究されてきたが、 科学としての進歩が見られるのは17世紀及び18世紀になってからである。しかし、電気を実用化できたのはさらに後のことで、産業や日常生活で使われるようになったのは19世紀後半だった。その後急速な電気テクノロジーの発展により、産業や社会が大きく変化することになった。電気を表す。 英単語エレクトリシティはギリシア語のイータラムダイプシロンカッパタウローニューに由来する。古代ギリシア人が琥珀を擦ることにより、静電気が発生することを発見した古事によるもので、そこから古典ラテン語でエレクトラム、新ラテン語でエレクトリカスという言葉が生まれ、そこからエレクトリシティが派生した。一方で漢語の電気の電は雷の別名であり、いわば 電気というのは、雷の元といった意味になる。ベンジャミン・フランクリンによる研究はしばしば、雷の正体が電気であることを発見したと紹介されるが、この文章は、時義的な矛盾を含むことになる。もちろん、電気という単語が、フランクリンの時代以後に作られたからである。古代の電気研究者、タレス電気について知識がなかった頃にも、 電気を発生させる魚類の電気ショックに気づいていた人々がいた。紀元前2750年頃の古代エジプトの文献にそういった魚をナイル川の雷人とする記述があり、すべての魚の守護神だと記している。そういった魚類についての記述は、千年以上後の古代ギリシア、古代ローマ、イスラムの学者らの文献にもある。大プリニウスやスクリボニウスラルグスといった 古代の著作家は、電気ナマズやシビレーによる感電の例をいくつか記しており、それらの電気ショックが胴体を伝わることを知っていた。通風や頭痛などの患者をそういった電気を発する、魚に触れさせるという治療が行われたこともある。雷や他の自然界の電気が全て同じものだという、発見は中世イスラムという可能性もあり、15世紀のアラビア語辞書で雷を意味する。 ロドという言葉が、シビレーへも表すとされていた。バグダット電池古代の地中海周辺地域では、琥珀の棒を猫の毛皮で擦ると、羽のような軽いものを引きつけるという性質が知られていた。紀元前600年頃ミレトスのタレスは一連の静電気についての記述を残しているが、彼は琥珀を擦って生じる力は磁力だと信じており、 自鉄鋼のような鉱物が擦らなくても発揮する力と同じものだと考えた。タレスがそれを磁力だと考えたことは間違っていたが、後に電気と磁気には密接な関連があることが判明している。古代ギリシア人は琥珀のボタンが髪の毛のような小さいものを引きつけることや、十分に長い間琥珀を擦れば火花を飛ばせることも知っていた。 イラクで1936年に発見された、紀元前250年頃のものとされる、バグダット電池なるものは、カルバニ電池に似ている。バグダット電池は、パルテア人が、電気メッキを知っていた証拠とする説もあるが、これを単に金属棒に巻物を巻いて収め地中に、埋めた壺とする説もある。ライデンビン、ボーホブ博物館、ライデンイタリアの物理学者カルダーノは、 デサタラテイトの中で電気による力と磁力とおそらくは初めて区別した。1600年にイギリスの科学者ウィリアム・ギルバートはデマグニートの中でカルダーノの業績について詳細に述べギリシア語単語琥珀エレクトロンからラテン語単語エレクトリカスを作り出した。エレクトリシティという絵単語の最初の仕様はトーマス・ブラウンの1646年の著作。 サダダクシアエパデマカの中にあるとされる。ギルバートに続いて、1660年にゲイリケは、静電発電機を発明した。ロバート・ボイルは1675年に、電気による牽引と反発は、真空中で作用しうると述べた。スティーブン・グレイは1729年に、物質を胴体と絶縁体とに分類した。デュフェは、後にポジティブ。 ネガティブと呼ばれることになる電気の二つの型を最初に同定した。大量の電気エネルギーの蓄電器の一種である雷電瓶は1745年雷電大学でミュッセンブルークによって発明された。ワトソンは雷電瓶で実験し1747年に静電気の放電は電流に等しいことを発見した。ベンジャミン・フランクリン18世紀中頃、 ベンジャミン・フランクリンは資材を投じて電気の研究を行い、1752年6月、雷を伴う嵐の中タコを上げるという実験を行った。この実験で雷が電気であることを示し、それに基づいて平い針を発明した。フランクリンは陽電気及び影電気の発明の確立者とみなされることが多い。マイケル・ファラデー1773年。 ヘンリー・キャベンディッシュは、過電粒子間に働く力が電荷の積に比例し、距離の事情に反比例することを実験で確認。1785年に、シャルルド・クーロンが、クーロンの法則として定式化した。1791年、ルイージ・ガルバーニは、動物電気の発見を発表。神経細胞から筋肉に信号を伝える媒体が電気であることを示した。 1800年、アレッサンドロ・ボルタは、アエント・ドーを交互に重ねたボルタの電体を発明。それまでの静電発電機よりも安定的に動作する電源となった。1820年、ハンス・クリスティアン・エルステッドが電磁気学の基礎となる電流による磁気作用を発見。アンドレ・マリアン・ペールは現象を再現して、さらに詳細な研究を行った。 ジャンバティスト・ビオとフェリックス・サバールは1820年、電流とその周囲に形成される磁場の関係を定式化。1821年、マイケル・ファラデーはその現象を応用した電動機を発明。1830年、ファラデーとジョセフ・ヘンリーが電磁誘導現象を発見。電気と磁気の関係を定式化したのはジェームズ・クラーク・マックスウェルで、 1861年から1862年の論文オンフィジカルラインズ・オブ・フォースで発表した。これには、ウィリアム・トムソンの1845年の論文が影響を与えた。ゲオルク・オームは1827年、オームの法則を含む電気回路の数学的解析を発表した。グスタフ・キルヒホフは1845年、キルヒホフの法則を発見。 これらの成果をもとにヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツ、シャルル・テブナン、オートリ・ヒデタロウが電気回路に関する電圧、電流、電源の考え方を確立した。このように19世紀前半に電気の研究は大いに進展したが、19世紀後半には電気工学が急速に発展した。ニコラ・テスラは交流を応用した電気機器を発明。後の電気の発電、送配電に、 大きな影響を与えた。また、蛍光灯や無線機の発明も言った。トーマス・エジソンは、蓄音機、電球などを発明。イエドリク・アーニョッシュは、ダイナモの原理を確立。ジョージ・ウェスティング・ハウスは、テスラの交流電動機の権利を取得し、交流発電、送電システムの確立に寄与した。ベルナー・フォン・ジーメンスも、電気産業の発展に貢献。 アレクサンダー・グラハム・ベルは電話を発明。電気は科学的興味の対象から第二次産業革命の推進力となり日常生活に欠かせないものへと変貌していった。電子や陽子などの素粒子固有の性質に由来する。古代より摩擦した琥珀に物が吸い寄せられるなどの電気現象が知られており、物質にはこのような性質を持つものと持たないものがあるということが 分かっていた。近代になって物理学が発展すると、これらの現象は定量化することができ、また保存されるということが分かった。電気の現象を研究する物理学の分野は電磁気学と呼ばれている。電気が多量にあると思われる場合や逆に少量しかない場合など、条件に応じて物が吸い寄せられるなどの電気現象にその程度の相違が観察されたり、 雷の火花の大きさの程度により、電気にも水量と同様にその傘があるとして、電気の傘の多少を示す量として、電気の量、すなわち、電気量というものが考えられている。これに対して、電化とは、電気量の多少を特に問わずに電気が存在しさえ、すれば足りるときに、電化があるなどと言い表し、電気量とは少し視点が異なり、電化量とは言わないことが多い。 電気は正と負の2種類がある。正と正、または負と負に帯電した物体同士は反発し合い、正と負に帯電した物体同士は引き合う。その引力あるいは積力の強さは空論の法則により計算することができる。また、これにより電気量の単位を決めることもできる。電気エネルギーは他の様々なエネルギーに変換でき、 また逆に他のエネルギーから電気エネルギーにも変換できる。他のエネルギーと比べ効率が良く、伝送が容易なため、現代では広く利用されている。電化とは、ある種の素粒子が持つ性質であり、物理学において、自然界の四つの根源的な基本相互作用の一つである電磁気力の元となる。電化は、原子内にもともとあり、よく知られる単体としては、電子と陽子がある。 また電荷は保存量であり、孤立系内の電荷量は、系内でどんな変化が起きても変化しない。孤立系内では電荷は物体から物体へ転送され、その転送は直接的な接触の場合もあるし、金属の導線などの電動体を伝わって行われることもある。静電気とは電荷が物体に存在する状態であり、通常異なった素材をすり合わせることで電荷が 一方からもう一方に転送されて生じる。白剣電気に電荷を蓄えると、金属箔が電荷によって反発して開く。電荷が存在すると、電磁気力が発生する。電荷が互いに力を及ぼし合う現象は、古くから知られていたが、その原理は古代には分かっていなかった。ガラス棒布で擦って帯電させ、それを紐で吊るした軽いボールに触れさせると、ボールが帯電する。 同様のボールを同じようにガラス棒で帯電させると二つのボールは互いに反発し合う。しかし一方をガラス棒で帯電させ、もう一方を琥珀棒で帯電させると二つのボールは互いに引き付け合う。このような現象を研究したのが18世紀後半のシャルルドクーロンで彼は電荷には2種類の異なる形態があると結論付けた。すなわち、 同じ種類の電荷で帯電したものは反発し合い、異なる種類の電荷で帯電したものは引き付け合う。この力は過電粒子自身にも働くため、電荷は物体表面に互いに距離を取るように一様に分布する傾向がある。この電磁気力の強さは空論の法則で定式化されており、互いの電荷の積に比例し、距離の事情に反比例する。電磁気力は 強い相互作用に次いで強い力だが強い相互作用とは異なりあらゆる距離に働く。ずっと弱い重力相互作用と比較すると、2つの電子が電磁気力で反発し合う力はそれらが重力で引き付け合う力の1042倍である。電子と陽子の電荷は極性が逆であり、物体全体の電荷は正の場合と負の場合があり得る。一般に電子の電荷を ふ、陽子の電化を生とする。この習慣は、ベンジャミン・フランクリンの業績に由来する。電化量は、記号9で表され、その単位はクーロンである。電子はどれも、同じ電化量を持ち、その値は約マイナス一点六零二二十十九クーロンである。陽子は、同じ大きさの極性が逆の電化量を持つので、プラス一点六零二二十十九クーロンとなる。電化は、 物質だけでなく、半物質にもあり、それぞれに対応する。半粒子は、大きさが等しく曲線が逆の電化量を持つ。電化量を測定する手段はいくつかある。検電器は、最初の電化測定機器だが、今では授業での実験などでしか使われない。今では、電子式のエレクトロメータがよく使われている。電化を持った粒子の移動によって、電流が発生し、 その強さはアンペアを単位として測られる。どんな過電粒子でも移動することで電流を形成できるが、電子が最も一般的である。歴史的な慣習により、電流の流れる向きは、正の電化の流れる向きとされており、電源の正極から負極に流れるとされる。負の電化を持つ電子は、電化単体としては最も一般的だが、電気回路での電流の流れる向きと電子の移動する。 向きは反対である。しかし、状況によっては、電流の向きと過電流子の移動する向きが一致する場合もあるし、過電粒子が両方向に同時に移動することもある。様々な状況で電流の流れる方向を便宜的に定めるために、このような規定がある。電庫は目に見える電流の一種である。物質を電流が流れる過程を電気伝導と呼び、その性質は、 流れる家電粒子と物質の性質によって様々である。金属の場合は電子が流れ、電気分解においては電荷を帯びた原子が液体中を流れる。粒子自体の移動速度は極めて遅く、せいぜい毎秒数ミリメートルだが、それによって形成される電場は高速に近い速度で電波する。そのため電気信号は動線上で極めて高速に伝送される。 電流はいくつかの目に見える現象を引き起こし、歴史的にはそれらが電流の存在を確認する手段でもあった。水に電流を流すと分解されるという現象は1800年にウィリアム・ニコルソンとアンソニー・カーライルが発見した。これがいわゆる電気分解である。そこからさらに研究が進み、1833年にマイケル・ハラデーが電気分解の法則を解明した。 電気抵抗のある物質を電流が流れるとき、局所的な発熱がある。これを研究したのが、ジェームズ・プレスコット・ジュールで、1840年に数学的に定式化したジュールの法則を導き出した。電流に関する最も重要な発見をしたのは、ハンス・クリスティアン・エルステッドで、1820年に、銅線に電流を流したときに近くにあった。 好位自身が触れることに気づいた。これが電気と磁気の基本的相互作用の発見であり、そこから電磁気学が発展することになった。工学や実用的観点では電流を直流と交流に分類することが多い。これは電流が時間とともに変化するかしないかを示した用語である。直流は電池などが発する電流であり、常に一方向に流れる電流である。 交流は電流の流れる向きが定期的に逆転する場合を指す。交流の電流の強さの時間変化は制限波を描くことが多い。したがって交流が流れる胴体内では電荷が一方向に進むことはなく短い距離を行ったり来たりすることになる。交流の電流の強さをある程度以上の時間で平均するとゼロになるがエネルギーはある方向に運搬され、 次に反対方向に運搬される。交流には定常的な直流では見られない特性があり、インダクタンスや静電容量に影響を受ける。そういった特性は電源を入れた直後など、回路の過渡現象が主題となる場合に重要となる。電情の概念はマイケル・ファラデーによって導入された。電情は電荷によってその周囲の空間に形成され、 その電状内に存在する他の電荷に力を及ぼす。二つの電荷の電状の振る舞いは、ちょうど二つの質量の重力場のそれと似ており、広がりは無限だが互いに及ぼし合う力は、距離の事情に反比例する。ただし、電荷と重力場には大きな違いが一つある。重力は常に引き付け合う力だが、電荷は引き付け合う場合と反発し合う場合がある。 惑星のような巨大な物体は全体としてほとんど電荷を帯びていないため遠距離の電場は通常ゼロである。そのため宇宙規模の距離では本来弱いはずの重力が支配的になる。平面導体状の静電荷が作る電気力線電場は空間の位置によって変化し、ある位置に静の単位電荷量を静止させておいたとき、その電荷が受ける力の強さが その位置の電場と定義される。この概念上の電荷を試験電荷と呼び、自身の電場が影響を及ぼさないようほとんどないくらいに小さく、しかも磁場を生じないために決して動かないものとする。電場は定義上から力であり、力はベクトル量である。つまり、電場自身もベクトル量であり、大きさと方向がある。明らかに電場はベクトル上である。 静止した電荷が形成する電場を研究する分野が静電気学である。電場は空間の各点における方向に沿って描いた想像上の曲線で視覚化できる。この概念を導入したのはファラデーでこれを電気力線と呼び今も時折見かける。正の点電荷をその電場内で動かそうとした場合、点電荷が通る経路は電気力線に沿ったものになる。ただしこれは 物質的存在とは無関係の想像上の概念であり、電気力線の間も含めて空間全体に電情は存在する。静止した電荷から発する電気力線にはいくつかの特性がある。まず、電気力線は正の電荷を始点とし、負の電荷を終点とする。次に、両動体がある場合は常に直角に入っていく。さらに、電気力線同士が交差することはない。 中空の導体では電荷は常にその外側の表面に分布する。したがって、その内部のどの位置でも電状はゼロとなる。これがファラデーケージの動作原理であり、金属核で囲まれた内部は外界の電状から隔離される。静電気学の知識は高電圧装置の設計において重要である。電状を満たしている媒体には必ず耐えられる電状の強度の限界がある。 電解強度がその限界を超えると絶縁破壊が起き、帯電した部分の間に電弧によるフラッシュオーバーが生じる。例えば空気の場合、電極の間が狭いなら、電解強度が 30KV ごとセンチメートルを超えると、電弧が生じる。電極間の距離が大きい場合は、限界がさらに低くなり、1KV ごとセンチメートルでも、電弧を生じることがある。 雷はこの現象が自然界で発生したもので、上昇気流によって地面と隔てられて電荷を蓄えた雲が電状を生じ、その強度が空気の限界を超えた時に発生する。大きな雷雲の電位は100メガボルトにもなり、その放電エネルギーは最大で250キロワットアワーほどになる。電解強度は近くに導体があると大きく影響され、特に尖った導体の先端部分に、 電気力線が集中する。この原理を応用したのが、平い針で、その尖った先端が周辺で発生する雷を引き寄せ、建物を守ることになる。炭酸乾電池。記号は乾電池の電極間の電位差による極性を表している。電位の概念は、電状の概念と密接な関係がある。電状内に小さな電荷を置こうとすると力を受け、 その力に逆らって、電荷をその場所に置くことは仕事となる。ある位置の電位とは、単位試験電荷を無限遠から、その位置までゆっくり運ぶのに要するエネルギーと定義される。一般にその単位はボルトであり、1ボルトとは無限遠から1クーロンの電荷を、その位置に運んでくることが1ジュールの仕事となる位置の電位である。この電位の定義は、公式なものだが、あまり実用的でない。 より実用的な定義として、電位差すなわち電圧がある。こちらは単位電荷を日転換で移動させるのに要するエネルギーと定義される。電状は保存性という特殊な性質があり、試験電荷の移動に際して移動経路と移動に必要なエネルギーは無関係である。日展間の任意の経路で同じエネルギーを要するので、電位差は1位に定まる。 ボルトはむしろ電位差の単位として認識されており、電圧は日常的によく使われる。実用においては、電位の比較、参照の際の基準を定義した方が便利である。定義上は無限円がそれに当たるが、より実用的には、地球自体がそのどこを取っても、同じ電位だと仮定することで基準点となる。この基準点をアース、または設置と呼ぶ。地球は生及び、 負の電荷の無限の源泉とみなすことができ、そのため電気的には帯電していないし、帯電させることもできないとみなせる。電位はスカラー量であり、方向はなく大きさだけの量である。これは重力場における高さと似ている。ある高さで物体を離すと重力を発している重力源に向かって落ちていく。同様に電荷をある電位に置くと、電上の電気力線に沿って、 落ちていく。地図に同じ高さの地点を結んだ等高線が描かれるように、電状においても同じ電位の地点を結んだ等電位線を描くことができる。等電位線は電気力線とは直角に交わる。また、電気電動体の表面は電位が等しいため、電気電動体の表面とは平行になる。仮に電動体表面に電位差があってもその電位差をなくすように電荷が、 移動して、等電位になる。電乗は、正式には、単位電荷に及ぼされる力と定義されているが、電位の概念を使えば、もっと実用的で等価な定義が可能である。すなわち、電乗とは、電位の局所的勾配である。通常ボルトごとメートルで表され、電位の勾配が、最もきつい方向が、電乗の方向となる。電流の周囲には磁場がある。 1821年、エルステッドは、電流の流れる導線の周囲に、磁場が存在することを発見し、電気と磁気に直接的な関係があることが分かった。さらにその相互作用は、当時自然界に存在することが分かっていた重力や静電気力とも異なるようだった。方位自身にかかる力は単に電流の流れる銅線との間の引力や積力といったものではなく、それとは、 直角な方向の力である。エルステッドはこれを電気的衝突は回転するように働くとやや不明瞭に表現した。この力は電流の向きにも依存し、電流を逆向きに流すと力の向きも反対になる。エルステッドはその発見を完全には解明しなかったが、その現象が相互的であることは述べている。すなわち、電流が磁石に力を及ぼすと同時に、 磁場が電流に力を及ぼすということである。この現象をさらに研究したのがアンドレ・マリアンペールで二つの平行な導線にそれぞれ電流を流すと相互に力を及ぼすことを発見した。同じ方向に電流を流すと二つの導線が引き付け合い逆方向に電流を流すと反発し合う。この相互作用はそれぞれの電流によって生じる磁場同士が介在して起きるもので アンペアという単位の定義にもこの現象が使われている。電動機は電磁気学の重要な現象を利用している。電流が磁場を通ると電流及び磁場の向きに対して直角の力を受ける。この磁場と電流の関係は極めて重要であり、この現象からマイケル・ファラデーが1821年に電動機を発明した。ファラデーの単極電動機は永久磁石が 水銀のプールの中央に突き立てられた状態になっている。その上から銅線が垂らされていて先端が水銀に浸っている。銅線に電流を流すと接線方向に力が働き、銅線が磁石の周囲を回るように動く。1831年、ファラデーは銅線を磁場を横切るように移動させるとその両端に電位差が生じることを発見した。これが 電磁誘導であり、さらなる研究によって、ファラデーの電磁誘導の法則と呼ばれる法則を見出した。すなわち、回路に乗じる電位差は、回路を貫く時速の変化の割合に比例するという法則である。この発見を応用し、ファラデーは銅の円盤を回転させる機械エネルギーを電気エネルギーに変換する世界初の発電機を1831年に発明した。 このファラデーの円盤は原始的なもので実用可能なレベルではなかったが時期を使って発電できる可能性を示した。ファラデーとアンペールの業績により時間とともに変化する磁場が電情を生み出し、時間とともに変化する電場が磁場を生み出すことが示された。つまり電場または磁場が時間とともに変化すればもう一方の場が必然的に誘導される。 このような現象は波動の性質を持っており一般に電磁波と呼ばれる。電磁波については1864年にジェームズ・クラーク・マックスウェルが理論的に解析した。マックスウェルは電場、磁場、電化、電流の関係を明確に示す一連の方程式を導出。また彼は電磁波が高速で電波することを証明し、光も 電磁放射の一種であることを示した。マックスウェルの方程式は光、場、電化を統合し、理論物理学における重要な進歩となった。基本的な電気回路。左側の電圧源 V が回路に電流 I を流す。それによって抵抗器 R に電気エネルギーを供給し、電流は電圧源に戻る。光や動力を得たり、有用な計算をさせるために、 電気素子を電気で遠動体でつないだものを電気回路という。電気回路は抵抗器、インダクタ、コンデンサスイッチ、変圧器、その他の電子部品などからなる。電子回路には半導体などの濃度素子が使われており、非線形な挙動を示すため、それを表すには複素解析が必要である。最も単純な電気回路部品は、 受動素子でかつ線形性を示すもので、一時的にエネルギーを蓄えられるが、電力源は含まず、入力に対して線形に反応する。抵抗器は最も単純な受動素子である。名前が示す通りそれを通る電流に対して、電気抵抗を示し、エネルギーの一部を熱に変換する。電気抵抗は、胴体内を電荷が移動する結果生じる。 例えば金属では主に電子同士や4同士の衝突によって電気抵抗が生じる。電気工学の基本法則であるオームの法則によれば抵抗器を流れる電流はその両端の電位差に比例する。多くの物質の電気抵抗値は広範囲の温度や電流値に対してほぼ一定である。抵抗値の単位オームはゲオルクオームにちなんで命名されたもので。 ギリシア文字オームで表す。1オームの抵抗器に1ボルトの電位差を印加すると、1アンペアの電流が流れる。コンデンサは、電荷を蓄える機能を持つ素子で、蓄えた電荷によって生じた電状にエネルギーを蓄える。概念的には、薄い絶縁層を2枚の胴体の板で挟んだ形状で、静電容量を増すために体積に対して表面積を増やすべく、実際には、 金属薄膜をコイル状に巻いている。静電容量の単位ファラドはマイケルファラデーにちなんで命名されたもので F で表す。1ファラドのコンデンサに1クーロンの電荷を蓄えると1ボルトの電位差が生じる。コンデンサを電圧源に接続すると最初は電流が流れて電荷が蓄積される。しかし電荷が蓄えられていくと電流は時間とともに減少し、 最終的に全く流れなくなる。したがって、コンデンサでは定常電流が流れることはなく、むしろそれを阻止する性質がある。コイルは一般に銅線の巻線であり、そこに流れる電流によって生じた磁場にエネルギーを蓄える阻止である。電流が変化するとその磁場も変化し、誘導起電力が生じる。その誘導起電力は電流の時間変化に比例し、 その比例定数をインダクタンスと呼ぶ。インダクタンスの単位ヘンリーは、ジョセフ・ヘンリーにちなんだもので、H で表す。1ヘンリーのコイルに1秒間に1アンペアの割合で、変化する電流を流すと、1ボルトの誘導起電力が生じる。コイルは、ある意味で、コンデンサとは逆の作用をし、定常電流は自由に流れるが、電流の急激な変化は阻止しようとする。 応用面の話題については、電気工学も参照。チェコのデュークバニー原子力発電所。冷却塔から排熱のための蒸気が出ている。前述の通り、電気エネルギーは様々な形態のエネルギーへの変換が容易であり、電装も比較的簡単であるので、現在では様々な分野で必要不可欠のものとなっている。非電気エネルギーを電気に変換することを 発電と呼ぶ。タリスの琥珀棒の実験は電気エネルギー生産の最初期の研究だった。その摩擦帯電現象は軽いものなら引き寄せることができ、火花を発生させることもあるが、発電方法としては極めて非効率である。史上初の実用的な電力源は18世紀に発明されたボルタ電池である。ボルタ電池から始まった電池はエネルギーを科学的に 蓄え、そこから必要に応じて電気エネルギーを引き出して使うことができる。電池は様々な用途に使える一般的な電力源だが蓄えているエネルギー量は有限であり、完全に放電すると再充電するか廃棄するしかない。電気エネルギーへの大きな需要に応えるためには、継続的に発電し、電線を通してそれを送電する必要がある。 電力は主に水蒸気で駆動される発電機で、発電され、水蒸気を発生させるための熱源としては、化石燃料の燃焼や各分裂反応の発生する熱が使われている。あるいは水流や風の持つ運動エネルギーを利用して、発電機を駆動する場合もある。蒸気タービンは1884年に、チャールズ・アルジャー・ノン・パーソンズが発明し、 何らかの熱源で蒸気タービンを回して発電することで今では全世界の80%の電力を得ている。そういった発電機は1831年のファラデーの円盤とは似ても似つかないものだが、磁場を横切る形で移動する電動体の両端に電位差が生じるというファラデーの電磁誘導の法則に従って発電している。19世紀末に変圧器が発明され、 高電圧低電流でより効率的に電力を送ることが可能になった。送電が効率化されたことで一つの大きな発電所で発電して広い地域に電力を供給できるようになり、規模の経済の効果が発揮されるようになる。風力発電は世界各国で重要性が増しつつある。国家規模の電力需要を賄えるほど電気エネルギーを蓄えるのは容易ではないため、 電力網には常に必要とされるだけの電気エネルギーを供給し続ける必要がある。そのためには常に電力需要を注意深く予測し、発電所間で常に連携する必要がある。ある程度の発電能力は急激な電力需要増や何らかの障害への対策として取っておく必要がある。国が近代化し経済発展するとともに、電力需要は急激に増大する。 アメリカ合衆国では20世紀の最初の30年間、毎年12%電力需要が増加し、最近では発展の著しいインドや中国が似たような増加傾向を示している。歴史的に見て、電力需要の成長率は他のエネルギー形態のそれよりも急激だった。環境問題への懸念から、風力発電や水力発電といった、 再生可能エネルギーに注目が集まりつつある。様々な発電技法の環境への影響が議論される。中で、これらは相対的にクリーンだとされている。電球はジュール熱によってフィラメントを発光させる。電気はエネルギーの形態としては極めて柔軟であり、その用途は極めて幅広い。1870年代に実用的な電球が発明され、 照明が電力の用途として最初に一般に普及した。照明に電気を使うことは新たな危険性を伴っていたが、同時にガス灯などの火をそのまま使う従来の技法に付きまとっていた火災の危険性を大きく低減させることになった。電力網は電気照明のためにまず大都市圏から急激に整備され始めた。電球が利用しているジュール熱現象は より直接的に電気ストーブでも利用されている。電気エネルギーをジュール熱に変換して利用することは制御が容易で便利だが元々の発電で熱エネルギーを電気エネルギーに変換していることを考えると大きな無駄とも言える。デンマークなどの多くの国々で新たに建設する建物で電気を熱源として利用することを制限または禁止する法律が成立している。 しかしながら電気は冷却や空調のエネルギー源としてよく使われていて、その分野の需要増が電力需要全体を押し上げている。電気は電気通信にも使われている。中でも電信は1837年、チャールズ・ホイートストンとウィリアム・ホザギル・クックが最初に商業化した。1860年代には大陸間の電信網、さらには 大西洋横断電信ケーブルができ、電気によって数分で世界中に通信可能となった。光ファイバー技術も通信の一部を担うようになったが、やはり通信の大部分は電気が担っている。電磁気学的現象を目に見える形で使っている例として電動機があり、クリーンで効率的な動力源となっている。ウインチなど末置き型では電力供給が容易だが、 電動輸送機器のような電動機自体が移動する用途では電池を搭載して電力を供給するか終電装置のような機構で電力を供給する必要があり移動距離や移動範囲が制限されている20世紀最大の発明の一つであるトランジスタは現代のあらゆる電子回路の基本素子である最近の集積回路には数センチ平方メートルの中に 数十億個の微細なトランジスタが含まれている。日常的に電気という場合、火器のように様々な意味で用いられる。人間の体に電圧がかかると細胞に電流が流れ、比例関係にあるわけではないが、電圧が高いほど流れる電流も大きくなる。知覚される式位置は供給周波数や電流の流れる経路によって異なるが、知覚されやすい周波数で、 大体0 1 m a アから1 m a アである。ただし、条件によっては 1mAh であっても、電気振動を近くする場合がある。電流が十分強ければ筋肉が収縮し、心臓の筋肉が再動し、熱傷を生じる。電気電動体が帯電しているかどうかは、一見しただけではわからないため、電気は一般に危険なものとされている。感電による苦痛は強烈な場合もあるため、 電気は拷問の手法にも採用されてきた。感電によって死に至ることもある。死刑の手段として、感電を使う、電気椅子もあるが、最近ではそういった死刑手段は使われなくなる傾向にある。逆に人工的な電気エネルギーで、生体電気現象の復帰を促す治療方法として、電気的除細動がある。電気うなぎエレクトルファースエレクトリカス電気は、 人類の発明品ではなく、自然界にも様々な形で見られ、その代表例が、放電現象の雷である。放電現象には他に、セントエルモの火もある。触覚や摩擦による、静電気や化学結合といった挙手的レベルでよく見られる。相互作用は、原始スケールでの電情間の相互作用に起因している。地磁気は、地球の核を流れる電流で生まれた天然の、 ダイナモによって生じていると考えられている。石鹸や砂糖のような結晶は圧力を加えられると電位差を生じる。これを圧電効果と呼び、1880年にピエール・キュリーとジャック・キュリーが発見した。この効果は、化学的で圧電性のある物質に電圧を印加すると、その形状が微妙に変化する。サメなどの生物は、 電状の変化を知覚し反応する。これを電気需要感覚と呼ぶ。捕食や防御のために自ら電気を発生させる生物もあり、それを生物発電と呼ぶ。例えば電気うなぎ目の電気うなぎは筋肉細胞が変化した発電板を持ち、高電圧を発生することで獲物を探し麻痺させる。すべての動物は細胞膜に沿って、 活動電位と呼ばれる電圧パルスを発生させて情報を伝え神経細胞による神経系によって筋肉まで情報伝達する。感電はこのシステムを刺激し筋肉を収縮させる。活動電位は特定の植物や動物においてその活動を調整する役目を果たしている。神電図や筋電図はそういった神経系の電位差を測定して図示するもので脳波は 脳内の電気活動を間接的に測定して図示する、ものである。電球なぎ、電気なまず、ビレエブラックゴースト、メガネを、主樹のナイフフィッシュ、エレファントノーズフィッシュ等の電球を、八爪めうなぎ、ハイギョ、サメイガンギエーパドルフィッシュ、例外として、カモノハシラボで実験をするニコラテスラ19世紀から20世紀初めにかけて、産業が発達していた西洋においても、 一般大衆にとって電気は日常生活の一部ではなかった。当時の大衆文化では電気を不思議な魔法のような力として描くことが多く、生き物を殺したり、死者を蘇らせたり、自然の法則に反する力を発揮するものとして描かれていた。そのような見方は1771年、ルイージ・ガルバーニが動物電気を応用して死んだカエルの足を、 痙攣させる実験を行ったことに橋を発している。そして明らかに死んだ人間が電気の刺激で息を吹き返したという話がガルバーニの研究のすぐ後に医学誌に報告された。フランケンシュタインを書いたメアリー・シェリーもそれらの話を知っていたが、彼女は怪物を生き返らせた方法について特に固有名詞を挙げていない。電気を使った怪物の復活は 後のホラー映画の定番となった。明治時代の日本では1912年に東京市内の家庭伝統がほぼ完全に普及するが同時に最新の代名詞ともなっており、電気ブランなど電気とは無関係の商品名にも使われた。第二次産業革命の生命線として電気が徐々に大衆にも馴染みのあるものになっていくと肯定的に捉えられることが多くなっていった。 ラドヤード・キップリングは1907年のシサンズ・オブ・マーサで電気に関わる技師についてフィンガー・デス・アット・ゼ・ア・グラブズ、エンド・アズ・ゼ・ピース・アンド・リー・ピース・ザ・リビング・ワイヤーズと記している。ジュール・ベルヌの作品やトム・スイフト・ものなどの冒険小説では電気を動力源とする乗り物が重要な役割を演じた。トーマス・エジソン、チャールズ・スタイ・メッツ、 ニコラ・テスラといった科学者も含めて実在か架空かを問わず、電気に精通した人は一般に大衆からは魔法使いのような力を持っているとみなされた。1950年代には電気は物珍しいものから日常生活に不可欠なものへと変貌し、何らかの災害が起きたことを示すことの多い停電の時だけ注意を引くようになった。 停電が起きないよう電力網を維持している。作業員たちは、クレン・キャンベルのヒット曲、ウィチタラ・インマンで無名のヒーローとして歌われている。ありがとうございます。